はい、どうもです。今回は引き分け企画ということで、二人で引き分けを作ることは可能なのか検証していきたいと思います。4人でやった時は引き分けを達成することは一応できたんですけど、まあ100回やって2回とかで、今回はいつも8人でやってる作業を二人でやるということで、とても忙しくなるとは思うんですけど、二人でも可能なのか、ちょっと、頑張りたいと思います。猫鳴いてる。はい、間違えました。ショッツル鉱山。引き分けバトルですね。ナーバレバトルじゃなくて。引き分けバトル、今回は、二人で、引き分けができるのか、検証がてらに、やってきたヒデオくんだ。やばい、よりによって一緒にやる人、ヒデオくんだと。で、今回はギアも、ちょっと考慮したいなと思って、全部インク系積みました。インク効率を 3.9 積みました。これをやんないと多分インクすぐなくなってしまうので、ちゃんと全部塗れないかなと、いうことでいっぱいつけてきました。頑張りましょう。で、隙間ないように、もう自分が全部塗らないといけないんですけど、はい。あとあれだな、ヒレオくんの方もね、ヒレオくんが頑張って塗らないと。まあ、ヒレオくんだから大丈夫でしょう。あやつはできる男や。ヒレオくんはできる男だからな。なんなら俺より多分塗るの上手いと思うから、期待しておきましょう。で、あとね、スポンジとかもちょっと大きくしとくのがいいのかな。うん、こうやって大きくしとくと、後々にね、便利となります。てか、1分経つのにこれはまずいか？まだジグ塗ってるけど大丈夫かな？あ、待って、塗る場所他にもあるじゃん。あっちだ、あっちもあるんだ。こんな綺麗に塗ってられないか。いや、待て、1分でしょ。ギリギリ。ギリギリだな。すべてにおいてギリギリ。このブロックの上とかも全部塗らないといけないので。大変だ。まあ、塗るの好きな俺からするとすごい楽しいんですけど。大変だ。ちゃんと塗る。あとコンベアね、コンベア。コンベアもしっかり塗らないといけないので。うわー、大変だ。もしもインクがなくなったら、インク回復するので、一応まあ大丈夫と。インカーマン、インカーマン、インカーマン使ってインクを回復する。完璧でしょ？ここ隙間ないように塗ります。オッケー。あれ、俺上塗ったよね。大丈夫。今、マップ見るとね、いい感じに塗れてる。待って、でも足りない。時間が足りない。明らかに塗る場所が一人じゃ多すぎる。多すぎてやばい。あ、ここ塗らないと。インク全然なくならないし。強いインクギア。待って、時間やばいんじゃない？やばい。足りない、これ、足りない。あと1分でしょ。真ん中の線引かないといけないもん。このベルトコンベアもやらないといけないし。ちょっと。やばいね。ちょっと急ごう。塗り残しあるから、塗り残ししっかり塗っていこう。オッケー。やばい、時間ない。30分しかない。やばい、時間に焦ってる。やばい。綺麗に塗らないとな。時間も見つつ綺麗に塗らないと。待って、塗ってないとこいっぱいあんねん。やばい。ちょっと待って、忙しい。ヒレオくん大丈夫か？ヒレオくんの方大丈夫か？これ大丈夫なのか、ヒレオくん。あ、時間ない。登れへんし。あー、やばい。あー、時間ない。あ、待って、いっぱいある。ヒレオくんの方も、いっぱい、あ、ここ濡れてる、終わった。間に合わなかった。来たねー。あー、勝ったけど、違うね、引き分けじゃないんだ。はい、間違えしました。時間が足りなかったので、さっきとは同じステージで同じように塗るんですけど、もうちょいなんか時間短縮、うまいこと塗りたいなと思って。まず頑張りましょう。さっきよりも綺麗に塗らないと。さっきより綺麗っていうか、まあ、さっきより綺麗に早くだな。塗り残しはもう、仕方ないけど、でも一応やっぱないようにしたいですね。まあ、さっきよりペースは早めに。いそいそと行きたい。やべ、もう20秒だったか。時間経つのが早いな。多分ね、ここら辺に時間かけすぎたんだよね、さっき。
ね、多分そうだと思うんですよ。今回時間かけないようにね。はい、こんな感じで。で、もうこっち側塗っちゃおっか。これ塗っちゃおう。さっき塗ってないとこあえて塗る。で、ここのベルトコンベアもしっかりと塗りまして。はい、塗りまして。オッケーイ。オッケーオッケーオッケー。で、真ん中の線もなの塗らないといけないんですけど、さっき塗れてないとこだな。ここ大事なんですけど、ちょっとこしちゃっていいや。多分、ヒリオくんが調整してくれると思うから、こしちゃって、塗り残しちゃったね、今。オッケー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 。で、ここもしっかりと真ん中。ここが境目になってるので。はい、ここは後で。時間が余ったら直すんですけど、時間多分余らないから、多分これで完結しちゃうな。あとあれだ、これ編集してるときにさ、自分で。動画を編集してるときに、ここの塗り残しあったなーとか思うんですよ。塗ってるときは気づかないんだけど、みんなとか見てるから多分気づきやすいんじゃないかな。ここの塗り残しがありましたよ、みたいな。結構動画上や撮ってる最中はね、注意力がね、なくなって、撮れなかった。やべってこと、時間ね。30秒しかね。30秒しかね、やべ。あ、でも結構濡れてる。あ、肥料の方が危ないかもしれないな、肥料大丈夫か、肥料。こっちオッケー。あ、塗り残し。20秒だって、20秒。ちょっと時間、ちょっと足りないけど。いや、一旦塗る。やばい、塗り残しあるけど、一旦行く。肥料も頑張ってた、今。肥料も頑張ったな。はい。ちょっと塗り残しが。あ、お互いあるな。でもさっきより頑張ったでしょ。あ、惜しい。あ、やっぱここ合わないか。僅差でもないな。あれ 3% 違うか。武器を変えました。金モデラーで。あ、ひろくん銀だ。モデラーでいきたいと思います。とりあえず金で頑張ります。あ、でも意外とさ、隙間なく塗れるな。若葉も結構塗れたけど。この武器も結構塗れるぞ。いいね。あ、塗り早え。これ気持ちいいな。やっぱモデラー塗り武器としてはやっぱいいんだな。よし、これ。もうこれ、あれだな。イカスフィアで真ん中引くべ。これでいい。あ、いい。最高。え、時間結構余るぞ。え、いいんじゃないこれ。まだちょっと濡れてない場所あるから、自分戻らなきゃいけないから、先に、この広場早く終わらしちゃおう。あ、これいい。スプリンクラーのおかげかもしれないな。オッケー、ナイススプリンクラー。これもいいとこ。ナイススプリンクラーだね。あ、10秒だ。時間あるかな？大丈夫かな？あ、やばい。ちょっと足りないかも。いや、いける。いける。5、4、3、2。ちょっと足りないけど、頑張った。あ、ひろくんの方が、足りなかったっぽいな、時間。おー、でも 4.2% がさっきの方が近いっちゃ近いか。でも俺半分に近づいてる 49% だ。あ、武器変えてる。ついにヒレオくんも武器を金に変えました。いやでもさっきね、49% までいってるってことは結構攻めてるから、いい感じだぞ。割とね、いい感じだと思う。時間もまだ1分しかかかってない。さっきより時間ペース配分はいいと思うんだ。塗り残しも多分ないし、多分ね。オッケー、しっかり塗っていこう。こっちも。やばい、さっき。時間がやばいよ。また時間がやばいよ。あ、でもさっきより濡れてる。あ、いった。やったどう？あ、ひろくんの方も頑張った。いや、これ頑張ったでしょ。来い。わあ、惜しい。
惜しい。この誤差はなんだ、 0.9%。 ずっと無言でやってたけどいい感じ。無言つえ。あ、時間余ったよ。ねえ。時間余った。すげえ。すげえ。お開くの。すげえ。頑張ってる、頑張ってる、頑張ってる。おい、めっちゃ綺麗だぞ。来たんじゃない？あ、惜しい、めっちゃ惜しい、めっちゃ惜しいじゃん。